こんにちは、ひろひろです。今日はダイソーの材料を使ってレッスンバッグを作ってみました。大きさは 30cm×40cm になっています。プラスチックスナップで開閉できます。内生地にはダイソーのキャンパス生地を使用したのでしっかりとした作りになっています。接着芯を使わずに簡単にできるのでよかったら作ってみてください。用意する材料はダイソーのキャンバス生地が2枚と端切れが2枚、ダイソーのカバンテープとワンタッチホックを使用します。 42cm×32cm の型紙を準備して、表生地が2枚と内生地を2枚準備します。内生地を中表に合わせて下に返し口を開けて1回縫います。返し口を開けて下を1回縫ったら、この生地を開いておきます。カバンテープを34センチに2本カットしておきます。このカバンテープを生地の端に仮止めしていきます。カバンテープを2つに折って、横から13センチ上を1センチぐらい出して洗濯バサミで留めておきます。両サイドにカバンテープを留めたら仮止めをしていきます。縫い代は 0.5 センチぐらいで仮止めをしておきます。次に表生地を中表に重ねて下を1回縫います。下を縫って生地をつなげたら、この生地を開いて内生地と中表に重ねていきます。生地を重ねて端を揃えたら両サイドを1回縫います。両サイドを縫ったら、この生地を真ん中で開いて、表生地は表生地、内生地は内生地で重ねておきます。表生地と内生地の境目の部分を合わせて洗濯バサミで留めておきます。両端を洗濯バサミで留めたら両サイドを縫っていきます。両サイドを縫ったら返し口からひっくり返していきます。ひっくり返したら内生地を表生地の中に入れて形を整えておきます。入り口にアイロンを当てていきます。内側から表生地が少し見えるようにアイロンを当てていきます。アイロンを当てたら入り口に押さえのミシンをかけていきます。押さえのミシンをぐるっと一周かけたら返し口を閉じて完成になります。返し口は生地を少し内側に折り込んで閉じていきます。
返し口を閉じたら、内生地を表生地の中に入れておきます。最後にホックをつけていきます。目打ちで生地の中心に穴を開けていきます。ホックをつけて完成になります。簡単にできるので、よかったら作ってみてください。